YouTube やってるんで、もしよかったらネペンサ TV って言います。まあ詐欺やいじめをやめよう言うだけやから。こんなんやってるから老人ホームも詐欺師ばっかりやで。やってんの明日は我が身やで。世界中から犯罪者やってきてんねんで、こんなんしてるから。もっと極悪やで、世界の犯罪者は。まともな民主主義のメディアネペンサ放送だけやで。左翼丸出しやな。世界中から犯罪者やってきてんで、こんなんしてるから、うん、ネペンサ TV って言います。まあ詐欺やいじめをやめよういう番組なの。害はないです。日本人のまともな年寄りはまともやな。若いやつはあかんけど、やっぱ外国人のカップルとか悪いの多いな。YouTube やってるんで、もしよかったらフォローしてくださいね。ペンサ TV っていう。詐欺やいじめをやめよういう番組です。組織犯罪をやめようっていう番組です。
気持ち悪いおっさんの相が合うな、やっぱり。これが日本の現状やで。こんなんしてるから世界中から詐欺師やってきてるで。集団ストーカー犯罪やめた方がいいで。世界中から犯罪者やってきてんねんで、こんなんやってるから。あれも組織犯罪っぽい動きしとんな。宣伝だな。みんな知らないんだろうな、これが世界一の大企業になるって。メディアのトップ、YouTube やってるんで、もしよかったらフォローしてくださいね。ペンサ TV って言います。詐欺やいじめをやめよういう番組なんで、害はないです。組織犯罪がいっぱいやってきてんねん、日本に。